私は今転職すべきタイミングなのか、そう悩んでいませんか？滑らないキャリアエージェント代表の末永です。今回は転職のベストなタイミングについて今まで4000人以上の転職者の支援をしてきた転職エージェントとしての視点からお話ししたいと思います。このチャンネルでは理想のキャリアを実現するための情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。転職を考えるタイミングというのは人によって様々ですが、必ずしも現職に対して不満を持ったことがきっかけになるとは限らないと思います。例えば新卒で入社してから3年が経過したタイミングで一度外の世界を見てみようと思って転職活動を始める方もいれば、30歳になる前のタイミングの29歳で転職活動を始める方もいると思います。中には新卒入社するタイミングでとりあえず3年ここで力をつけたら次のステップへ行こうと思っていた方もいるのではないでしょうか。年齢の観点でも20代と30代では特に未経験の仕事に挑戦するには難易度が全く違うために、20代のうちに自分のやりたいことに挑戦しようと思うのもよくわかります。このように経験年数や年齢をきっかけとして転職活動を始める方がいますが、果たしてこれは本当に転職するのにベストなタイミングなのでしょうか。そこで今回の動画では経験年数や年齢の観点から転職に適しているタイミングをランキング形式でお伝えしようと思います。ズバリ何歳の時に転職するのがおすすめなのかもお伝えしますので、これから転職を考えようとしている方はぜひ参考にしてください。ただしこれはあくまでもおすすめのタイミングであり、この年齢でなければ転職することをやめるべきというものではありませんので、その点だけご理解ください。ランキングの後に私末永が年齢以上に最も伝えたいことを話しています。ぜひ最後まで動画を視聴してください。転職を考えるべきおすすめのタイミングの第5位は34歳です。皆さんは35歳転職限界説という言葉を聞いたことはあるでしょうか。これは35歳以上になると転職することが一気に難しくなってしまうということを意味しています。実際のところは35歳以上、もっと言えば40代であっても転職に成功している方は多くいるので、35歳になると転職ができなくなるということはありません。しかし35歳以上で転職活動に成功している方のほとんどが現職において管理職クラスで活躍しているという事実があるということも覚えておいてください。ベンチャー企業から大手企業まで多くの企業では35歳以上になると管理職として活躍している方も多くなります。そのため採用要件においても35歳以上の方には管理職やマネージャーとしての経験が求められてくるため、現職でマネジメントの経験がないと採用されにくいのが現状です。なのでそこまでマネジメント経験を求められない34歳のうちに転職活動を始めるのは有効であると考えています。転職を考えるべきおすすめのタイミングの第4位は32歳です。中途半端な年齢に感じてしまうかもしれませんが、実は企業によっては32歳と33歳では扱いが変わってくるケースがあるのです。32歳であれば20代と比較すると即戦力となることを求められますが、30代前半のカテゴリーに入ることが多く、若手社員として扱ってくれるところが多いので、多少はスキルに物足りなさを感じても採用してくれるケースがあります。しかし33歳になってくると30代中盤のカテゴリーに入り、より即戦力になることを求められるために採用される難易度が上がってしまうのです。なので30代で転職を考えるのであれば、第5位でお伝えした34歳か、今回お伝えした32歳で転職活動を始めることをお勧めします。転職を考えるべきおすすめのタイミングの第3位は27歳です。以前リクルートのワークス研究所が日本で一番転職している年齢について統計を取ったところ、27歳が最も多いという結果が出ました。27歳というとリーダーを任されるぐらいのタイミングでもあり、若くてポテンシャルもあるので、どの企業でも欲しがる年齢です。こうして27歳が最も転職に成功しているという実データがあることも考えると、27歳は転職しやすいタイミングでもあると言えるので、一度転職を検討してみてもいいと思います。転職を考えるべきおすすめのタイミングの第2位は29歳です。29歳は未経験業界、未経験職種へ挑戦する最後のチャンスの年齢であると言えます。30歳になってしまうと必ずしも可能性はゼロではないものの、20代と比べて未経験採用される可能性が圧倒的に低くなります。また30代に入るとポテンシャルを加味されることがほとんどなくなり、即戦力となる経験を求められるだけでなく、場合によっては何かしらのリーダー経験まで求められることもあります。
なので30代に入ってから転職活動をするよりも20代最後の29歳のタイミングで転職活動を始めた方が未経験採用、即戦略採用ともに内定を得ることができる可能性が高まるので、ぜひおすすめをしたい年齢です。1位を紹介する前にお知らせです。弊社アクシス株式会社では転職を前提としない有料キャリアコーチングサービスマジキャリを提供しています。キャリアに関する悩みを抱えている方、初回限定の無料キャリア面談でお待ちしております。また20代の営業経験者に特化した転職エージェントを運営しています。転職を検討中の方はぜひご相談ください。最後に、自分の市場価値に不安がある方に向けて無料の市場価値診断サービスを LINE で提供しています。1分で完了しますので、概要欄から気軽に友達追加してみてください。転職を考えるべきおすすめのタイミングの第1位は新卒3年目が終わるタイミングです。やはり最もおすすめしたいタイミングは、皆さんもよく考えるタイミングでもある新卒3年目が終わるタイミングです。なので、実は新卒入社して3年が経過したタイミングでの転職活動は転職に適したタイミングだったのです。その理由としては、一つの仕事を3年間やりきっているために社会人としてのベースが出来上がっており、ビジネスマナーやビジネススキルの基礎も持ち合わせている一方で、まだ前職の会社や業界に染まりきっていないからです。前職の会社や業界に染まりきってしまうと、新しい考え方やその会社でのやり方を素直に受け入れることが難しくなってしまう可能性があります。なので、まだまだ知識やスキルの吸収力が高いこのタイミングであれば、未経験の仕事に対しても適応できるポテンシャルを持っていると判断され、前職とは異なる業界や職種にもチャレンジしやすくなります。もし未経験の仕事に挑戦したいと考えているのであれば、このタイミングが適していると言えるので、積極的に転職活動を始めることをお勧めします。それでは今回の動画のまとめです。今回の動画では転職を考えるべきタイミングをランキング形式で5つお伝えさせていただきました。第5位34歳、第4位32歳、第3位27歳、第2位29歳、第1位新卒3年目が終わるタイミング。ぜひともこのランキングを参考にして転職活動を始めるタイミングを考えておきましょう。最後に、私末永から皆さんにお伝えしたいことがあります。それは、転職活動を始めるべきタイミングで最もおすすめしたいのが、皆さんが転職する必然性がある時だということです。これまで主に年次や年齢を転職に適したタイミングとしてご紹介してきました。しかし、それらの話のちゃぶ台返しするようですが、これまでご紹介した年次や年齢以上に、皆さん自身が転職する目的や必然性が明確なタイミングこそが転職に適したタイミングといえます。それなのに、この年次年齢になったから転職しなくちゃと転職することそのものを目的化するのは違いますし、失敗や後悔しかねないのでおすすめしません。ただ実際に年齢や年次によって転職難易度はかなり変わってしまうのは事実なので、転職はしないにしても、そのタイミングで転職を検討したり転職活動をしてみることはおすすめします。そして結果として転職する意味が今の自分にはないと判断したら、転職活動を終了して現職に残って頑張っていけばいいのです。転職活動をすることと転職することは別です。転職を目的にはせずに、転職活動は然るべきタイミングで一度試してみることがいいでしょう。このチャンネルでは、今回のような基礎的なものから転職やキャリアにおける本質的な情報も発信していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。